都立入試の直前、何をするべきなのか、厚塾です。さあ、始めていきましょうということで、都立入試の前日は何をするべきですかということの質問よく受けます。二つだけです。都立入試の前日になりましたっていうふうになったら、何をするべきですかっていうことなんですが、大事なことはやることをやる、できることをやる、それが非常に大事になってくるので、まずポイントになるのは二つになります。はい。まず、持ち物の準備を必ずしてください。いいですか？持ち物の準備を必ずしてください。そして、寝てください。いいですか？寝てくださいとお昼寝しちゃダメですよ。いいですか？お昼寝したらバカですよ。はい。夜しっかりと寝るということです。いいですか？夜しっかりと寝るです。いいですか？つまり前日のお仕事っていうのはもうこれだけです。これだけです。いいですか？持ち物の準備をきちんとしてください。そして、きちんと寝てくださいということになります。そして、まあ、できればになるんですけれども、できればになるんですけれども、ありがとうという感謝の気持ちを持って、入試会場に向かってくださいということですね。いろんな人に迷惑をかけました。はい。いろんな人に迷惑をかけました。はい。私もそう思ってます。はい。常にそうです。人間の生活は常に誰かに迷惑をかけて生きてます。はい。なのでね、ありがとうという気持ちを持って、外に出るということですね。そして、忘れないでください。入試は家に帰ってくるまでが、入試です。いいですか？ね、できなかった、失敗しました。いろんなことがあるかもしれません。しかしながら皆さんよく考えてください。家に帰ってくるまでが入試です。いいですか？家を一歩出てから入試が始まり、家に帰ってくるまでが入試です。無事に、きちんと、要するにお家に帰る、ここまでが入試になります。いいですか？もうごちゃごちゃ考えなんてよろしいですね。持ち物の準備をきちんとしました。ね、持ち物の準備きちんとしましょう。ね。一番当たり前のことですよね。一番当たり前のことです。しっかり、そして、しっかりと夜中寝るということですね。しっかり夜中寝るということです。あんまり食べ過ぎないようにね、してあげてくださいということです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。